後期が一番。やっぱ後期はね、ボスだもんな、これで弱かったらなんか嫌だもんね。いやいや、田口がでかいからね。後期より強いんだ俺。じゃあ弱そうなのか。弱そう、うん、1位の人が一番弱い。これ亀梨君が1位なんですね。弱そうだけど、ね、そこのリトーついてほしい。勝てる前で喧嘩が弱そうなのが1位亀梨君。これはどういう差があるんですか。これは、まあ、せめてなんか喧嘩が弱くあってほしいなって。ああ、イメージ。さっき今日会ってみて、ちなみにあこいつは実際も弱えなみたいな。あの優しいから言いづらいね。ね、あじゃあ僕ら目閉じてるんで、いやお前もごめん弱いわみたいなやつ肩叩いてください。あじゃあすいません。お前笑った。Okay, now.